ようやっとね、ズッキーニの花、これ雌花なんだけどね、咲いてるんだけども、ズッキーニってカボチャの仲間なんで、ペポカボチャっていう、まあカボチャって日本カボチャ、西洋カボチャ、ペポカボチャって、まあ大別できるんだけど、3つにね。で、そのうちのペポカボチャっていう種類で、で、カボチャなんで、雌花が咲いても、お花で受粉してあげないと、後で腐ります。だから、雌花しか咲いてない時は切り取って投げちゃう。でも今回ね、お花が咲いてたんで、この受粉をします。どうやるかっていうと、ね、お花、ここに実がなければお花って判断できるし、ここの形でね、判断できるんで、まあその辺見て判断してほしいなと思います。で、どうやってやるかっていうと、この周りの花びらを取って、この雌花の雌しべのところに花粉をつけてあげると。はい、これで終了です。あとは、畝のつるに投げとけば土に変えるんで、これで OK。で、これね、花粉とかにも鮮度があるんで、朝の10時までにやってほしいなと。10時、まあ朝起きてすぐやってほしいなと。俺はもう4時ぐらいに起きてるんで、今も4時なんで、こうやって朝4時来て、見て、あったなと思ったらやります。で、おしべとめしべの数が足りない、合わないことがあるんで、やっぱり何株かズッキーニは植えてあげないとうまく栽培できないので、うちはまあ4株ぐらいあるんだけどね。で、めしべのね、見方、今カメラ外してみますね。この後ろにね、ほらほらほら、これ、ズッキーニの赤ちゃん。これがあればもうパッと見で、めしべって曲がります。で、こっちの咲いてるのが、ほら、さっきも見たけれども、何もついてない。これがおしべ。男の子、これ女の子になりますんで、でね、ズッキーニかなり大きくして取ろうっていう人いるんだけれども、さ、大きくするとさ、株が疲れてしまうんで老化しちゃうんで、スーパーで売ってるようなちょっと細めぐらいを目安に取ってほしいなと思います。昔はかなり大きくなってから取ってたんだけどもね、農家さんもそうすると株が疲れて全体の収穫できる個数が減っちゃうんで、やっぱそのちっちゃめのうちに取ること。これをおすすめします。で、とにかく、雌しべを見つけたら、今回のまとめは雌しべを見つけたら、おしべで受粉してあげること。で、あまり大きくしない。実をあまり大きくしないで、株疲れをさせないで、取ってあげること。これを気をつけてもらえれば、楽しく取れると思うんで。まあ、よくね、かぼちゃじゃねえや、ズッキーニがね、ならないで腐っちゃうって人いて、受粉してなかったってことよくあるんで、まあそういう人いたらちゃんと受粉してあげてください。朝早く、8時ぐらいまでにやってほしいな。朝起きたらすぐ畑に行ってやってほしいと思います。そしてね、この支柱あるでしょ?この支柱。ね。このズッキーニほっとくと倒れて張っていくんで、そうすると実がね、下のマルチとかについて腐ったりとか、ナメクジにやられたりするんで、この棒に沿って立てていきます。これ近所の家庭菜園の人に教わってね、まあ年始取り入れてるんだけどね、本当におすすめです。収穫もしやすい、受粉もしやすい、管理がしやすいんで、こういうやり方、おすすめします。まあズッキーニ、美味しいズッキーニ、いっぱい取れることを願ってますんで。